ルガー P08、ルガー P08、ルーガー P08 はドイツで開発された自動拳銃である。P08 はドイツ軍での正式採用名である。故障については名称の項目を参照。ヒューゴ・ボーチャードが開発した大型拳銃、ボーチャードピストルを原型に、ゲオル・グルガーが改良、開発したもので自動拳銃例明期の成功策の一つであり、 視点で二つに曲がって伸縮するトグルアクション式機構が大きな特徴である。その独特な機構の動きから尺取虫の愛称で呼ばれた。口径は 9mm、相弾数はシングルカラムマガジンによる8プラス1発である。使用弾薬は 9mm19 パラベラム弾であり、20世紀から21世紀にかけて自動拳銃用の弾丸として、 広く使われている、この拳銃用弾薬は、元来はこの銃のために開発された。パラベラムとは、ラテン語の、SIB スパーチェム、パラベラム、平和を保するなら、戦争に備えよという信言から取られており、戦争に備えるの意味である。なお、アメリカの大手銃器、メーカー、スターム、ルガー、ルーガー社とは、銃も、ゲオルグルガー技師も、無関係である。 合計から取って9ミリルガーとも呼ばれる。ヨーロッパ諸国ではパラベラムピストルとも呼ばれ、米国では単純にルガーと呼ばれる。ルガー P08 とはアメリカ合衆国でのパラベラム拳銃輸入元となった勝者のストーガー社が本来の名前であるパラベラムピストーレでは市場においてインパクトがないということでルガーの名を勝手に関しドイツ軍の正式名。 ピストール08を略して付けたものである。しかし、フォルクスワーゲンタイプ1をして、ビートルと通称させた結果、後年には、フォルクスワーゲン社に名称が逆採用されたような風潮と同様、ルガー P08 も、もはや正式名称と言ってよいほどに浸透している。ルガー P08 の独特な作動方式は、トグルアクションと呼ばれる、ショートリコイル機構の一種だが、 直後の時期にコルトガバメントによって、より単純で信頼性の高いティルトバレル方式が確立さて以降、この機構を使用した拳銃は存在しない。撃発方式はストライカー式であり、大口径の拳銃としては珍しい。自動拳銃としては極めて初期の設計で、部品数が多く、職人の手作業による高い工作精度による削り出しで部品の多くが作られている。 しかし、個々の部品の工作精度は高いものの、各部品は、組み立て時に、熟練の職人により調整されて組み上げられており、完成した銃の構成部品にはすべて同じ刻印が、されていた。このため、刻印が異なるルガー同士では、パーツの互換性がなく、規格化されて、大量生産された、工業製品でありながら、部品の相互互換性がほとんど存在していなかった、もっとも、 これは、同時期の重機では、一般的なことであり、本銃の固有の問題点ではない。さらに、高い工作精度で組み上げられた構成は、砂ぼこりなどの汚れに弱い上、分解に、ねじ回しや、専用工具を必要とする部分が多く、軍用としては、野戦で使うことに難が多かった。実用上の大きな問題点として、トリガーガードと引き金の隙間が狭く、 手袋をした手では扱いづらいという点もあった。総じて、機械としての完成度は高いが、武器としての大量生産性や、劣悪な使用環境での耐久性、整備性などは考慮されていなかった銃であった。ヒューゴ・ボーチャード、フーゴ・ボルヒャルトが1880年代末期に、設計した、得意な構造のトグルアクション式用型自動拳銃、ボーチャード・ピストルは、 ボーチャードの設計を買い取ったドイツ武器弾薬製造者 DWM が製造していた。この銃の米海軍への売り込みに失敗した DWM 社のギシ・ゲオルグルガーはボーチャードピストル失敗の原因が拳銃としては極度に過大な大きさ、外付けのストックを装備しないと扱いにくいランスの悪さにあると考えて撃発機構をベースにしながら 両手保持可能な実用的サイズに小型化する改良、試作を行い、1900年に P08 の前身となるモデル1900を開発する。トグルアクションのアイデアを除けば、モデル1900以降の DWM 製、軍用自動拳銃開発に、ボーチャードはほとんど関わっていない。ルガー P08 の原型は1893年に完成し、 1900年に 7.65mm パラベラム弾を使用するパラベラム P1900 が発表された。これは同年スイス軍に正式採用されたほか民間用としてブルガリアでも発売された。1902年には 9mm パラベラム弾を使用するモデル P1902 が開発され、翌年アメリカ陸軍がトライアルを行ったが落選した。 部品数が多く生産コストの高い銃であったが1904年には改良型がドイツ海軍に、そして1908年にはドイツ陸軍に正式採用され、第一次世界大戦から第二次世界大戦を通じて1943年まで生産されてた。1938年に後継モデルのワルサー P38 が正式採用されるまでの約30年間、 ドイツ軍の正式採用銃であった。また、ナチスが台頭してからは、主力正式拳銃の座を退くものの、自費で、本銃を購入して、使い続けるものも多く、第二次世界大戦中も、ワルサー P38 の供給不足をまかなう形で、引き続き生産、使用された。そのため、ナチスの拳銃というイメージで知られている。その過程における最大の改良は、 グリップ内背面に収められるリコイルスプリングを当初長い板バネとしていたため、発射時の瞬間的撃で折れて破損しやすかったところ、1906年にコイルバネに変更したことで耐久性が大幅に高まったことであった。ルガーの開発した 9mm パラベラムは、ルガー P08 の他に、ワルサー P38 などで採用され、その後軍用拳銃の傑作銃。 ブローニング HP の使用弾として50カ国以上の軍隊で採用された。これら自動拳銃用のリムレス弾丸は結果として10本体以上の成功を収めるに至った。トリガーガード後部左側面にあるマガジンキャッチボタンを押しながら弾装グリップに装填し、トグルを後ろに引き上げて離すことで第1弾が装填される。薬室に弾薬が装填されているには エキストラクターが上に持ち上がって、装填状態であることを表示する。この状態で、セーフティレバーを下に押し下げると、シアーバーがロックされて安全位となるが、引き金やストライカーを直接固定するものではない。最終段を打つと、トグルが持ち上がった状態で、保持されるので、断層交換後トグルを少し後ろに押し下げて離すと、保持が解除され、再度初段が装填される。 不発が発生した場合、再度ストライカーをコッキングする手段はないので、トグルを引いて、不発弾を廃採やすることになる。また、薬室に実弾が装填されている状態で、しばしば安全装置が機能せずに暴発することがあり、この欠点を改善した、ワルサー P-38 が後に独軍に、正式採用されたという説がある。オリジナルのルガーは、 ヨーロッパ製の軍用 9mm パラベラムに合わせて製作されているため、アメリカ製のやや弱い 9mm ルガー弾を使用すると作動不良を起こすことがある。また、激震の先が鋭いので、プライマーが薄いカートリッジを使用すると、プライマーを突き抜けて爆風を浴び、破損する場合がある。ナチスの幹部たちは、金メッキされた特注のルガー P08 を送り合った。 ドイツ空軍総司令官であり、アドルフ・ヒトラーの片腕とされたヘルマン・ゲーリング、国家元帥も P08 を好んでおり、後継のワルサー P38 が開発された後も、空軍の正式拳銃として P08 を採用し続けた。これは、ゲーリングが当時の P08 の製造元であるクリークホフ社の株主であったことも関係している。国家元水昇進の際には、 クリーフホフ社より2丁の文様入りの P08 を送られているシリアルナンバー16,999と17,239。この2丁は銃本体と断層を艶消し銀色のサテンクロームメッキとし、歌詞の葉をモチーフにした文様が彫刻されていることは共通であるが、文様のパターンは両者でやや異なっており、 またグリップがナンバー16999は10本体と同様の文様が彫られた造形性ナンバー17239はチェッカー入りのウォールナット製という点も異なっている。この2丁の P08 は通称ゲーディングルガーと称されることが多い。また2017年にはマルシンからゲーディングルガー P08 という名称で シリアルナンバー16,999がモデルガンとして発売された。本銃は第二次世界大戦の出生したアメリカ兵の間で日本軍の軍刀と並ぶ最も人気の高い戦利品になった。独特の設計と凝った、メカニズム、品位のある外観から現在でも収集家の間で高値で取引され状態のいいものには1,750ドルの価値がついたこともある。 米国内では、複数のメーカーからルガー P08 のコピー銃も、販売されている。乱印作戦において降伏したオランダ軍から本、銃が多数接収され、キクカモンが掘り込まれて、日本軍将兵に使用されたとされるが、環球品の小銃とは違い、将校は自弁で調達させられる拳銃のそれもろ品に、キクカモンが掘り込まれることはあり得ず、この通称、キク・ルガーは、 後年の創作とされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。